どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールディインボークビッグマダムを駆逐せよの A に挑戦していきたいと思います。これ初めてのキャラですかね。使っていくパーティーはこちらです。原作再現ということで、助走重造を置いています。まあここはね、ジェイソンかな、ジェイソン重造のはずだよね。だったんですけど、まあまだ実装されてないんで、まあオークション会場の重造でね、まあ勘弁してください。あ、なんか労働長えな。 OK、最高。でかっ、でかくね。笑っちゃった、でかいな。行こう。あ、今回の占領戦、これすずや特攻かかってんのかな。じゃでかくね。でかいんだけど、これ重造、まあでもこんなもんなんかな。重造何倍やんだよこれ。で、とりあえずサイコを打っていくか。サイコ打って、オッケー、あとは殴るだけ。で、オール打って、OK だね。避けていく。4ターンの間、敵前衛を流血状態はまずいぞ。それはまずい。状態上回復連れてくるんだった。それはまずい。やめてくれ。あ、やめてくれ。出血させるつもりが出血させてしまった。まあ、こっちも地道に回復していくしかねえ。ここは、オールのブレイクバーストを発動させていきましょう。重造打って、ここオール下げてもいいかな。オール下げて死神出すか。オーケー、まあやることはやった。うん、やっぱあれだね、この操作感のエフェクトいいね。なんかグール、今までなんかグールばっか見てきたから、操作感のやつ綺麗だな。普段その画質をさ、速度優先にしてやってるからちょっと荒いんだよね。で、実況の時はこうやって描画優先にしてるけど。で、ここで死神廃聖のブレイクバーストを発動していくか。確か死神廃聖は冥属性キラー S プラスだったかな、 1.5 倍だったような気がするんで、それ持ってるんで、まあ、なかなかダメージは入れるんじゃないかなと。こいつ冥属性なんでね。でかいんだけど、しかしでかいな。アモン出しとくか。アモンクオタロマイル。そういやさ、あのインボケのタイトルのさ、画面が変わってたんだけど、タイトルイメージ、タイトル画面の、まあ、バック画像みたいに変わってたんだけど、一番右にさ、ルート A のラストのアモンだよね、あれ。アモンさん、うわすっげえアクティブに動くな。顔ドアップ。さあさあ、硬いね。なるほど。まあ、出血してるんで。またブレイクバースト発動させて、で、オールに切り替えるか。スキルバンバン打てるな。出荷で重造打って、お題は結構で、アモン打って、まあこのアモンもだいぶぶっ壊れだったけどね。時代が終わってしまうんだろうか。ついに俺この操作感やりたかった。この操作感熟練で 100% こう3人並べて。駆逐の画面だとなんかよりエフェクトが入るよね。あ、重装残し、重装残しとこうかな。じゃあちょっと一回重装残そう。このターンスキル
食べちゃうわ。 0.5 倍武器耐久値回復。うわ待って、えおい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 、このこの試合の主役が消えちゃったんだが、カイセ打ってお返しです、ザン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 で、ハイセ打って、アモンさん打って、おお、オール打って、オールこれもう一回溜まるかな、微妙なところではある。おお、最後オールで締めたいが、まあたまらないと。これめちゃめちゃアクティブに動くな、跳ねる必要あんのか。やばい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 、パワーありすぎ。まあ防御力 0.5 倍になってんのか、そういや危なかったな。これ鈴矢であれだね、敵の攻撃力を下げないと。なんか俺アーマースキル、あでも毎ターン打ってたからあれか、下げないと結構きついのかな。防御力も上げたんだけどな。はい、ということで、今回はですね、ビッグマダムの駆逐 A に挑戦しました。まあ薬打ってないんでこんなもんなのかな。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。今回もよろしさが届いております。どうぞ。